たくさんの方が、見たいって思ってくださってることが本当に嬉しいなと思います。客席に舞台まで足を運んでくださった皆様が後悔のないよう、素敵な経験ができた、素敵な体験を見れた、舞台経験ができたという思ってもらえるように誠心誠意、尽くして頑張りますので、ぜひぜひ楽しみにしててください。劇場でお待ちしております。まあ、規制が緩和されたとはいえ、そのお客様のね、安心と安全が第一だと思うので、僕たちは、客席の多い少ないに関わらず、一人一人のお客様と向き合って、お芝居を届けていこうと思いますので、どうか楽しみに劇場でお待ちしております。客席は半分とはいえ、その分お客さんと舞台上の関係が密なので、これは距離感の問題じゃないですよ。関係性が密になるってことなので、すごく濃厚な舞台をこちらもお見せできるように頑張りますし、それを味わってもらえるように頑張りますので、ぜひ劇場に見に来てください。一緒に Enjoy Your Life 楽しもうぜ。まあ、大変な時期でもありますし、なんですかね、ぜひ見に来てくださいっていうのをとても言いにくい時期ですけれども、それでも、今こうして作品を作る意味っていうのは絶対にあると思うし、見てもらう意味っていうのは絶対あるし、持たせたいと思ってます、この作品に。なので絶対見に来てほしいなと、大きな声で言いたいなと思います。あとは、この作品と向き合った役者、4人必ず絶対に数ヶ月前よりも一回り大きくなった役者になるとなと思いますし、応援している、役者がいる方は、その役者の、大きな一歩をなんか目の当たりにしていただけたらなと思いますし、成長した姿をしっかり見せれるように、精一杯向き合いたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。